クレバの説得で変わった平野翔のパフォーマンス。FNS 歌謡祭裏話公開。平野翔がクレバに先生と呼び間違え。感動エピソードの全貌。平野翔がクレバの提案を一度断ったという FNS 歌謡祭でのコラボ秘話を読み解きながら、その背景にある感動的なエピソードと二人のアーティストの関係性を掘り下げてみましょう。このストーリーには、 ただののの舞台裏話以上のものが詰ままっています友情、リスペクト、そしてプロフェッショナルとしての姿勢が垣間見えるのです。まず、クレバは自身のインスタグラムで、フジテレビ系音楽特番 2024FNS 歌謡祭夏での共演について語りました。彼は、ナンンバーアンダーアダラインアイとコラボレーションした自身の楽曲、一切合祭のパフォーマンスの裏話を明かし、 その中で平野翔への提案について触れています。クレバは、ライブで訪れた場所の名前に歌詞を変えて歌うことがあるとし、今回は、ナンバーアンダーラインアイとクレバがいればが良いのではないかと提案しました。しかし、平野は、呼び捨てはできないと一度は拒否したのです。このエピソードから、平野の礼節を重んじる姿勢とクレバへのリスペクトが強く感じられます。平野翔が、 クレバさんと呼び続けたリハーサルでの様子は、彼の謙虚さと慎重さを物語っています。彼は、クレバに対する尊敬の念を込めて、呼び捨てにすることに躊躇していたのです。しかし、クレバの説得により、本番では、クレバとしっかり呼び、その場面を完璧にこなしました。これは、プロフェッショナルとしての平野の成長と、クレバの指導力がうまく融合した瞬間と言えるでしょう。 この裏話には、視聴者から多くの反響が寄せられました。クレバのインスタグラムの投稿には、素敵な裏話最高のコラボといったコメントが並び、多くのファンが感動と興奮を共有しました。また、裏でも謙虚な推しと平野の姿勢を称賛する声も多く見られました。ファンの心を打つのは、ただのパフォーマンスだけでなく、その背後にあるアーティスト同士の信頼関係と成長の物語なのです。 クレバと平野の関係は、単なる仕事仲間を超えたものであり、お互いにリスペクトし合う姿勢が伺えます。クレバは平野にとっての憧れの存在であり、その存在が彼の成長を後押ししています。クレバもまた、平野の成長を見守り、必要な時には適切なアドバイスを送ることで、若手アーティストの育成に寄与しています。平野がクレバを尊敬する理由の一つは、 彼の卓越したラップスキルと多くの功績にあります。クレバはラップ選手権で何度も優勝し、多くのラッパーの中で唯一成功を収めた人物です。彼のスキルと努力は、多くの若手アーティストにとって大きなインスピレーションとなっています。平野がクレバのファンであることは、彼の音楽に対する深い理解とセンスの良さを示しています。クレバのステージ上でのリーダーシップと、 舞台裏での温かい指導は、平野やナンバーアンダーラインアイのメンバーにとって大きな影響を与えました。特に、クレバのクレバさんではなくクレバでいいんだと説得する姿勢は、平野にとっての大きな学びとなりました。これは、プロフェッショナルとしての姿勢を学ぶと同時に、自信を持ってパフォーマンスに臨むことの重要性を教えてくれました。クレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、 ファンににとってもも非常に感動的なものでした。平野がクレバを先生と呼び間違えた過去のエピソードを思い出し、笑顔になるファンも多く、その尊敬の念が深いものだと再確認されました。クレバが平野のファンを守るために裏話を公開したことも、彼の思いやりとプロ意識の高さを示しています。このエピソードは、音楽業界におけるアーティスト同士の関係性と、 その成長過程を描いた感動的なストーリーとして多くのファンに深い印象を与えました。クレバの大人の配慮と平野の謙虚さが融合し素晴らしいパフォーマンスを生み出したのです。このようなエピソードは単なる舞台裏話を超えて音楽業界全体における重要な教訓を提供してくれます。音楽業界ではアーティスト同士のリスペクトと協力が非常に重要です。 クレバと平野の関係は、その良い例となっています。お互いにリスペクトし合い、協力し合うことで、より良いパフォーマンスが生まれ、ファンに感動を与えることができるのです。クレバの指導と平野の成長が融合したこのコラボレーションは、まさにその典型と言えるでしょう。クレバのような経験豊富なアーティストが若手を育成する姿勢は、業界全体の発展に寄与します。 彼のリーダーシップと指導力は、若手アーティストにとって大きな励みとなり、彼らが次のステップへ進むための道筋を示してくれます。平野がクレバの提案を受け入れ、成長していく過程は、多くの若手アーティストにとってのインスピレーションとなるでしょう。このエピソードを通じて、音楽業界の未来について考えることができます。クレバのようなリーダーがいることで、業界はますます発展し、 より多くくの才能が育っていくでしょう彼の指導と若手アーティストの成長が織りなす未来に期待が膨らみます。クレバが政治家になるというアイデアも彼のリーダーシップと頭の回転の速さを考えると興味深いものです。彼の発言力と説得力は音楽業界だけでなく他の分野でも生かされる可能性があります。江戸川区の議会などでの活動を通じて 地域社会にも大きな影響を与えることができるかもしれません。最後に、このコラボレーションがもたらした感動と学びを、読者の皆さんにも共有したいと思います。クレバと平野の関係は、リスペクトと協力の重要性を教えてくれます。彼らの成長と成功は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなり、日常生活や仕事においても応用できる教訓を提供してくれます。 今後もクレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションを楽しみにしながら、彼らの成長を見守っていきたいですね。音楽業界の未来は、若手アーティストの成長と経験豊富なリーダーの指導にかかっています。クレバと平野のような関係が、業界全体をより良い方向へと導いていくことでしょう。彼らの成功と成長を通じて、私たちもまた、新たな視点とインスピレーションを得ることができます。 これからも、彼らの活躍を応援し続けていきましょう。この物語が示すように、音楽業界には多くの感動的なエピソードが隠されています。舞台裏でのアーティスト同士の関係性や成長の過程を知ることで、私たちはより深く音楽を楽しむことができるのです。これからも、クレバと平野のような素晴らしいアーティストたちの成長と成功を見守りながら、音楽の持つ力を感じていきたいですね。 このエピソードの最後に読者の皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは、クレバと平野の関係からどんな学びを得ましたかまた、音楽業界におけるリーダーシップや若手アーティストの成長について、どのような意見を持っていますかぜひ、皆さんの考えをシェアしてください。これからも、音楽の持つ力を信じて、共に成長していきましょう。